いよだな。ワン。まだ中等部だったお前を見つけて以来の一年。今日よく頑張った。そんな不安そうな顔をするな。自分の力を信じろ。今のお前なら、そこらの運動部員なんぞ恐るるに足らん。試合までまだ時間がある。気分転換でそこらをぶらついてきたらどうだ。敵を知り己を知らば百戦は危うか。その程度の情報は掴んでいて当たり前だ。惑わされるなよ。お前さんは1年生でありながら部代表に選ばれた正真正銘の天才だ。これだけはダメージ。努力に勝る才能なし。自分が積み上げてきた努力の成果を信じろ。
まずは順調な出だしだな。コギル先輩、まだまだ油断はできんぞ。次の試合に備え少し休憩を取るといい。ありがとうございます。次の相手はあの鈴木めぐみか。扇ヶ谷先輩、一部始終は見ていた。どうやら怒らせてしまったようだ。はい、チアガールはその華やかさゆえに軟弱な印象を持たれがちだが、あらゆるスポーツのどんな試合中にもあのハイテンションを維持する大抵のことではない。それを支える精神力と基礎体力、加えてあのトリッキーな動きが証明する全身のバランス。手ごわいぞ。Thank you.
勝者が敗者にかける言葉はない。彼女らのためにも戦うのみだ。倒すのに悩むだけ無駄だ。そんな暇があったら少しでも体を休めておけ。お前が何とかしろ。何とかしろって言ったってどうすんのよ。つべこべ言わずてめえがやりゃいいんだよ。ありがたこと言ってどなくるぞこら。なんだよてめえ、人の家のことに他人が口出ししてくるんじゃねえよ。あなた、私の妹をどこへ連れて行こうっていうの？お兄ちゃん、違うの、この人はね。そういう手なのよ、信用させて連れ去る。あー、誘拐よ、誘拐犯よ。お兄ちゃん、やめて。本当にごめんなさい、すぐ危なくなったら。お兄ちゃん、こっち来て。この人は誘拐犯よ。
彼は取れたか。敵さんは全国からお待ちかねだ。遅いぜ一年坊主、こっちとの気が短えんだ。さっさとおこじめようぜ。巌流島の例えにもある。敵は思わぬ資格を取るとも限らぬ。っていうことは何かい。俺が小次郎でどっちが武蔵だって言いやがるのかい。面白え。どっちが本当に強いのかとことん教えてやるぜ。お前の次の対戦相手だが、
慌てるな、アスカ。戦いに言葉など不要。自分の努力の成果を信じ、ただ全力で戦えばいい。はい、お願いします。キャッシー・ワイド、恵まれた体格とそこから生み出されるパワーは侮れないものがある。捕まったら終わりだと思う。Oh, man.